ラジオやっていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。ということで、結構お疲れ様でした。いえいえいえ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。陪審員ご公約、関口亜蘭くんです。はい、関口亜蘭です。よろしくお願いします。まあ、皆さん水っぱりですからね。そうですね。こう、ずっと集中して稽古するのってどうですか、今までありますか？いや、出ずっぱの芝居。あ、出ずっぱの芝居ね。出ずっぱの芝居はないかもな。ないか、初めてかもしれないです、もしかしたら。なかなかね、なかなか、ね、これ2時間弱ぐらいですか。2時間弱ぐらい全員出ずっぱですからね、うん、そうですね。で、全員出ずっぱっていうこともね、あんまりないことだし、うん、で、なんかまた、あの、なんていうんですか、この舞台面がこの正方形で客席が360度っていうか、4面あるから、うん、だから本当になんていうんですか、壁の方向いてなし、壁の方向いてとか、どこ向いても、そうそうそう、どこ向いてもお客さんに見えるから、うん、本当にずっとね、あの、集中しっぱなしというか、やってないとっていうことで、すごい稽古の時間があっという間に過ぎていきます ね、 そうですね。そういう意味では海外戯曲っていうのは今までないよね。それもないです。初めての海外戯曲なんで、だから本当に最初のあの1週間の本読み、まあ、本読みというか、なんか分析も込みのなんか1週間だったじゃないですか、うん、あの時間がなんかすごい面白かったですね、僕は、うんうん、この12人をやるにあたってどんな印象ですか？やっぱり一緒な感じ？いや、もうめちゃくちゃ難しいですね。もう一言で言うとめちゃくちゃ難しくて、で、そのなんか役作りというか、なんか一番最初に悩んでたのは、で、その、まあ、分かんないんだけれども、うん、でも向こうの本だし、うん、でも日本人じゃなわけじゃないですか、我々は。でも向こうの人を演じるっていう時に、なんかその、なんていうんですかね、向こうの感覚をちょっと真似するというか、なんそういう気持ちでやった方がいいのか、うん、なんかそれをあえて考えずに思ったことをやるというか、なるほど、ね、すげえ分かりやすく言うと、なんかこういう、ね、うん、ジェスチャーというか、どっちで、いや、あんま考えないようにします。考えない、でもやっぱりなんか、その僕がイギリス行ってたりした時に英語喋ってると、なんかこういうふうに、自然となぜか、だもうそれはそういう言語なんだと思うんですけど、うん、こういうふうになってくるんだけど、でも日本語で喋ってるとやっぱあんまりこう、まあね、なんないじゃないですか。なるほどね。そういうことをどうしたらいいんだろうなとかは、うん、なんかその本読みしてる間とか、うん、最初の立ち稽古始まる前までとかは何となく考えたんですけど、うん、でもいや、しない方がいいなと思って、うん、なんかしてないですね、今ね。わかんないです。もう、あの、本番始まったらめっちゃやってたりするのかもしれないけど。どうですか、西澤さん。いや、西澤さん、なんてすごい、まず一個、すごい新鮮だったのは、なんかね、あの、この向こう側にいるからなんかあれなんですけど、あの、すごい、なんていうんですか、役者の近くに来て、こう、一緒に話し合ってくれるというか、うんうんうん、この演出席にこういてこう演出っていうことじゃなく、うんうん、結構こっちの舞台面まで来て、今のどういう気持ちですかとか、うんうん、一個こうシーンが終わった時に、うん、あそこのセリフってどうですかっていう、割とすごい距離感が近いというか、うん、目線が対等というか、うんうん、それがすごく素敵だなと思って。相当集中力がすごい人だなっていうのがすごいあって、うんうん、でも本当にね、そのやっぱり、ね、演出あのとして見てる時もこの4つからの、ね、うん、見え方を考えなきゃいけないというか、それもものすごい仕事だなと思ってますけどね、僕も。そうですね、うん、アナン君のおすすめポイント、浜谷康之の。あ、はい、我々ね、ちょっといろいろ考えたんですけど、うん、なんだろうな、一番はやっぱりその、まあ、今回5号という役のバックボーンとして、うん、はい、まあ、スラム出身であるっていうところと、うん、まあ、アランにそういうところがないような感じがしてて、うん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 、言ったら、真逆なんじゃないかなと、うん、もちろんそういうどっかにね、あったりするのかもしれないけど、そのお行儀の良い、育ちの良いアラン君がスラム街の青年を演じるっていうところを、ぜひ皆さんに楽しみにしていただきたいなと思っております。と
ということで5月13日より5月22日まで本田劇場12人のイカれる男、ぜひ劇場でお待ちしております。また来週また来週